皆さんこんにちは私は今東京の府中市の道を歩いていますこの道の先に私の母校があります母校というのは自分が卒業した学校のことです今日はそこで学園祭をやっているので一緒に行ってみましょう この車見たことありますか窓が鉄の網でガードされてますね。これは機動隊の車です。機動隊というのは警察の一種でテロ対策などをするところです。この辺に機動隊があるのでこの車も走っていたようです。 ジョギングしている人がいますね道の向こうではサッカーをしているようですここは学校のようですなんだかかわいい建物ですね 道の向こうでは今度は野球ですかね野球をしていますね皆さんは何かスポーツをしていますかよかったらコメント欄で教えてくださいお父さんに肩車された男の子が見ているのは救急車と 消防車ですねはい目的の大学に着きましたここは外国語大学で27の言語が専攻できます今からその言語名を全部言うので わかるかどうか聞き取ってみてください画面に文字を出しますが最初は文字を見ないで聞いてくださいそれからもう一つすべての言語の名前のピッチアクセントは同じですどんなピッチアクセントなのか聞いてみてくださいではいきますよ英語 ドイツ語、ポーランド語、チェコ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、ウズベク語、モンゴル語、中国語、朝鮮語、 インドネシア語、マレーシア語、フィリピン語、タイ語、ラオス語、ベトナム語、カンボジア語、ビルマ語、ウルドゥー語、ヒンディー語、ベンガル語、 アラビア語、ペルシア語、トルコ語。どうでしたか皆さんの知っている言語の名前が出てきましたかピッチアクセントは〜何々語という時にはすべて平板です。最初は低く始まって、 その後、高く平らに終わるアクセントです。例えば、ドイツ語、日本語、上がって終わっているのがわかりますかわからなかったら、もう一回聞いてみてください。ピッチアクセントについてもっと知りたい人は、こちらのリンクの動画をご覧ください。さらにもっと詳しく知りたい人は、 日本語の音声についての動画の教材を作っていますので「s p e a k j a p n a t u r a l l y c o m と検索してみてください日本語の音声について深く勉強できますよ待ち合わせをしていた友人を発見しました。<laughs> すごい久しぶりいす今一生懸命どこにいるってごめんごめん飲もうかな,ない,のいやそんなことないよあれすぐわかったよなんと16年ぶりですでも見たらすぐわかったので嬉しかったです私たちが並んでいたのはアルコールパスポートという場所でした

はい、ありがとうございます。はい、どぞ。いっらっしゃい。アルコールパスポートってどういうアルコール買うのに、これがついてないといつももらえないです、ね。ああ<ー>、なるほど。すごいレッグあす。かかる。何あのみ、みんな酒飲んで、まんまんの方々とかですか。俺。ああ、そうあ<笑><笑><笑>、あるありがとうございます。<laughs> あ、すみませ <laughs> この学園祭では、いろいろな国の食べ物や飲み物を売っています。 1>, 1年生たちが自分たちが勉強している言語が話されている場所の食べ物や飲み物を売っています。そして2年生たちは自分たちが学んでいる言語で劇をします。酒は飲んでも飲まれるなと書いてあります。酒に飲まれるは このイラストの通りものすごく酔っ払う泥酔するという意味ですつまり泥酔するほど飲むなと言っていますまずは中国語化のお店に行くことにしましたこれは最後尾と読みます行列の 一番最後という意味です。小籠包やってます。小籠包ね。これがメニューです。寒かったのであったかい小籠包が食べたいなと思っていました。あ、もしかしてもうないのか。オフのためない。なに何,<あ>何かありますか。ちょっとタイミング悪く言りました。小籠包な小籠包は今完全に止めてます,す。<laughs> 残念ながら。 小籠包は買えずごま団子だけ買いましたそれから飲み物を買いに行きましたここここ世界の飲みる研究なかここかな飲みやすい方か、王道のビールかって感じ王道の感じで、はい、王道というのは昔からあって間違いないものですこっちの方は

朝鮮語学科といったのはこの大学では朝鮮半島の歴史や文化そして言語を専門的に学ぶからですでも普通は韓国語と呼びます。日本は北朝鮮とは国交がありません国交は国の交わり交わりは 関係というような意味です。だから私が勉強するのは韓国の言葉、つまり韓国語となります。いますはい、ありがとうございます。ます次はバザーに行くことにしました。建物の中の2階の 2> あの左の奥です。2>, 2階の左の奥。 建物の中に入ります入口の天井の低い場所を抜けるとその先は吹き抜けになっています中も人がたくさんいました階段で 2階に行きます階段に書いてあるイラストがかわいいですねこれはなんて書いてありますか読める方いますかあそこですね留学生支援の会と書いてあります。 ここにも人がたくさんいましたこんなすごい羽子板が1000円で売ってますよ羽子板は昔の子供たちがお正月にしたバドミントンのような遊びに使ったラケットですたださっきの羽子板は飾りです 中国っぽいものも売っていました。ヘナのタトゥーをやってもらうことにしました。初めてです。どういうのがいいこれでお願いします。はい、下の方これで…英語で大丈夫アラビア語でもできますよ。じゃあアラビア語で… 何名前とかにしますか,いいすかえっとええ、よくあるのはどういうことえ何でもできます、はい、あじゃあピースにしようはい、あのじゃあこ,この猫、ね、の下にこれをかけたい <laughs> はい、どこがいいですかここじゃ違うお願い。はいはい留学生ですかあ、もうでも、うん、えっと、あと陰性だったんですけど、はい、もう卒業しました、はい、あそうなんです、ね、<laughs> じゃ今日はお手伝いにそう、手伝いに来てます これをもう、何年くらいやってるかな、あ、五年くらい。毎回やってるんです。そうそう。うん、えっと、はい、あの、乾いたら剥がれてしまうから、剥がれた後で、うん、えっと、触っていいんだけど、剥がれるまでにあんまり触らない。わかりました。十分、十五分ぐらい。はい、だよ。大丈夫だよ。ありがとうございます。はい、いい経験をさせてもらいました。 外には広いグラウンドもありましたそしてゲルもありましたよ中ではモンゴルの服を着れたようですそれにしてもこの日は本当にたくさん人が来ていました。

オブジェの前で撮影してもらいましたとても懐かしくて楽しい一日でした一緒に行ってくれたちゅみちゃんどうもありがとうでは今日の動画はここまでですこの動画が良かったら高評価とチャンネル登録お願いします それでは、皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。またねー。甲府に帰ってきたら、駅前がライトアップされていました。お帰り。 歓迎されている気分でした。